モーションブラーを利用した動きの表現モーションブラーとは、動いている対象をカメラで撮影した時に生じるブレ、つまり被写体ブレのことである。移動する被写体にカメラの動きを追随させて撮影する手法に関しては、流し撮りの項目を参照。写真の世界では長年、このモーションブラーを抑えて、いかにクリアな画像を得るかが、技術上の大きな課題だった。それには、 旅行時間を極力短くする必要があり、シャッター機構の改良とフィルムの交換度が、ストロボ装置の開発が進められることになった。また、近年ではデジタルカメラにおいて手ぶれ補正機構が開発され、比較的遅いシャッター速度でも手ブレが生じにくい、カメラが現れている。もっともこの技術はあくまでも手ブレを防止するものであって、被写体ぶれまでは防げないことは、 注意を要する。その一方で、動きを表現するために、人為的に、モーションブラーの画像効果を加えることもある。また、写真の作例のように、意図的に長時間録画を行うことで、あえて、モーションブラー効果を発生させる、撮影方法も確立している。古くから、ある特撮手法である、1コマごとに撮影した静止画をつなげて、動きを表現する。 ストップモーションアニメーションにおいては、撮影されたフィルムを普通に再生すると、一般的な動画と比較した場合にどこか、カクカクとした、ぎこちなさを感じる。なぜなら、実際に動いている物体を撮影した場合に、必ず生じる、はずの、ブレがないために、見ている人間が、ブレのないことを見極めてしまうために、違和感を持ってしまうのである。したがって、 撮影した画像に対してこのモーションブラーを何らかの方法で加え、再生した際に自然な動きのように見せる方法が模索されていた。特撮制作会社のインダストリアルライトマジックは1980年公開のスター・ウォーズエピソード後、帝国の逆襲で雪の惑星ホスに生息する哺乳型生物トーントーンや四足歩行兵器 ATAT AT の特撮で、 低速度撮影と動きをコンピュータ制御したカメラとの併用によってカメラの前を通過する宇宙船のスピード感を表現することに成功し特殊合成撮影の新次元を開拓した。これを応用発展させた手法が1980年の映画ドラゴンスレイヤーで初めて試みられたゴーモーションである。従来のストップモーションにおいては 支柱に乗った操り人形を草園担当者が手で動かして一コマずつ撮影していたのだが、本作ではコンピュータ制御の稼働支柱を使用し、人形を動かしながら低速度撮影して、ブレを生じさせることにより、画期的なリアリティを表現することに成功している。ただし、支柱をマット合成で消去するなどの手間がかかるのが難点で、普及には至らなかった。 映画ジュラシックパークでは当初フィルキペットによるストップモーションアニメに CG のモーフィング技術を応用してモーションブラーを追加する方法で動く恐竜の映像を制作する予定であったが CG 技術の進歩によって劇中に登場する恐竜はフル CG のものにとって変わられることとなった今日の CG アニメーションにおいてもモーションブラーの再現は重要であり 多くの CG アニメーション制作ソフトウェアには、効率よくブラーを生成する機能が搭載されている。意図せずにモーションブラーが発生すると、カメラの前を飛ぶハエなどの昆虫の残像が高速で、飛び回る棒状の生物であるかのように映るため、スカイフィッシュのような未確認生物と誤認されることも、ある。ありがとうございます。